で自ら尺八も習おうとしたし、ハモニカも習おうとしたし、で自分は大学の頃はフォークでね、あの人はねすごい優秀な人だ。で僕らの同世代だから、あの時に慶応の付属校に高校から入るなんて並大抵の頭脳で入るなんて、そういうところに入って、でも大学に行ったらやっぱりもっとほら頭が飛び抜けてる人だから、もっとハンセンとかああいうフォークの方に入ってた。でまあアル中だっていうのが彼の自慢で、一つのね、必ず自己紹介の時は私アル中でしたっていうところから始まるぐらいにアル中をこう自慢にしてた。でだからがんに侵されてても、まあ、基本状態が悪いからあんまり自分じゃこう気にしなかったんだと思うんですよ。まあね、いつでしたかね、ここに一番最後に来たのが6月ですよ。その時自分で歩いてきたんだけど、かなりなんかこう調子悪そうだったんですよ。それでうちのかみさんに怒られて、病院にすぐ行けって言われて、病院に行ったところ、もう全身にがんがもう回っていた。原発は食道だったんですけど、もうその時大腿骨とか、一番致命的だったのがこの首のところに転移したがんで、ここに行くとすぐこの脳にこう行くから多分早いんじゃないかっていうことはお医者さんには言われました。それにしても早くあっという間に行ってしまいました。で僕は杉山さんと知り合ったのって5年ぐらい前で、ちょうどここをオープンしたのって令和の5月1日、令和の初めの日にここオープンしたんです。でちょうどその頃杉山さんと知り合ってて、田植えで知り合ったのね。でそれからもう彼毎週のようにこう来るんです。彼の生きたこの何ていうの、実績みたいなものをね、こう形にしてあげたいなと思いました。それはこう彼の愛した音楽、それとあと鳥山にはこう音楽とか音に関する方がいっぱいいらしてて、その人たちとの交わりがすごくいっぱいありましたよね。音楽とか音とかの可能性がね、なくなった時に慰めるとか、もっともっと音楽というのを使った方がいいんじゃないかと思うんですよ。こう彼の愛した音、音楽で、そういうものでこう弔ってあげる、そういうことで少しお葬式の形を変えようよと、っていうことを提言したのが杉山さんの生きた実績なんだよっていうことをさ、思いついて皆さんに声かけたら、もうみんな全員一つ返事で集まっていただきます。ありがとうございます。いきましょうかね、早速で最後までね、杉山さん尺八すごい気に入ってまして、ワークショップでね、竹を一緒に切って、尺八を作って、尺八の先生の青山さんの演奏からね、この回始めたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。で杉山さんとは、11月ぐらいでしたっけ、去年の。こう始めた時から参加していただいて、尺八を気に入っていただいてね、吹いていました。でここに来ている杉山さんしか僕は知らないんですけど、今日告別式に来て弟さんですよね、弟さんとお話しして、どういうご関係の方ですかっていうことを聞かれたので、その尺八を調べていただいてましたっていうお話をしたら、うちに尺八があってすごく練習してましたよ一生懸命っていうことで、すごく嬉しいなと思って、そういったつながりが杉山さんとね、短い時間ではありましたけれども持てたことがとっても、嬉しいなと思います。でこの地鳴尺八っていうんですけどね、もともと不化衆っていうね、お坊さんが吹いていたお経のようなものなので、その中でも手向けというね、亡くなった人を手向けてまさに大宇宙に送っていく旅路をね、安全を送っていく曲がありますので、一緒に杉山さんのことを思い出して聴いていただけたらなというふうに思います。
杉山さんは
あの月舞台で私、もう何回もう5回ぐらいやらせてもらってるんですけど、あの、ビオラダガンバという楽器とか、あとリュートやハーディガーディといった楽器と年1回最初秋にで今は春あの5月とか6月にあの演奏会をさせていただいてるんですけれども、その時にあの大体もう多くの確率で、ほとんど全部じゃなかった、なんかいらっしゃってあのくださってて、であの、まあ、お話もしたりの終わった後の打ち上げとかであの写真家 の, あの女性が私友達にいてあの来てるんですけど、その写真の話なんかに興味があって、あのそのすごくその人とも話したりとか、あのそんなあのことがあったのをあの覚えています。スコットランド の, あのラメント、あのこれはあの、ニール・ガウという人があの2番目の奥さんが亡くなってその時に作ったその追悼の曲なんですけれども、あのとてもいい曲なのでそれをあの演奏させていただきたいと思います。Thank you.
ーティーかなんかの時に、森の中で寝転がったりするんですね。その時にたまたま隣だったのが杉山さんだったんです。東久留米に住んでるって言ったら、あ、東久留米だったら自分がアルコール依存症の回復施設が東久留米になって、湧き水が有名なんですね。星合川のところをよく散歩しましたよっていう話をされたりして盛り上がったりしてたんですけど、で私は落合さんと知り合ってから森と交換するためのなんかメディアとしてのこう卒業の音楽っていうのをミュージシャンと一緒にやるっていうようなワークショップ&ライブっていう企画をしていたんですが、そこに杉山さん来ていただいて感動していただいたのが印象的です。こんなに本当に音楽を好きだったんだな。ハーフの時もその周りのセミたちがバックグラウンドミュージックになって、で時折その余韻の中に日暮らしの声がカチ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 とこう入ってきて、本当にここでやるのが素晴らしい、いろいろな地球の全てのこう出来事といいますか、そういったものと一緒に魂が杉山さんの魂がまたここに帰っていくといいますか、でそこでまた生まれてくるものがあるんだろうな。今日の企画をしていただいてありがたかったかなと思います。ありがとうございます。サミーさんに続いてもう行かれると本当にね参っちゃいますよね。もう不思議なくらいここの森に来ると約束してないのに必ずサミーさんと杉山さんのどっちかには会えたんです。私のコンサートにいつも来てくださって必ず心に残ったことを言ってくれて、でそれは次の自分の土台になっていて、杉山さんの声言葉一つが音楽のようで、心の中で本当に思ったことを声にされるから何か言葉とか音楽とか音が生まれる瞬間にいつも立ち会ってるような気がして、きっと今までも思い出してたみたいに来るたびにそういうことを思い出せるような気持ちを持たせてくれたっていうのを本当に感じた。私が作った私が追悼の時に演奏する曲があるんですけど、それは杉山さんも気に入ってくださっていたので、それを演奏したいと思います。
緑があるので、それは香織さんが見ててくださったこのお花、サバのここのそばに見つつ、回しつつ、オイラも焼けたくたんで、煙ぐらい軽くなって、きっとね、きっとみんなはまだリアルな体もあって、リアルな精神的にも苦しいこともあるだろうけど、オイラもこの煙になってみたら、すごい自由だから。それで、本当に長いことを苦労して、想像せずに、あっという間に行けたのは、きっと、どうだったのかな、まだ痛かったのかな。でも痛かったらきっとみんなのところも戻ってくると思うので、楽しかったこととか、あと誰よりも汗をかいて飲み込んでると思います、ね、うん、そういうことへの感謝も気持ち込めて演奏したいと思うので、thank you。
ここの鳥山ってなんかいつも来ると懐かしい感じとか、なんか親戚とかおばあちゃんのお家みたいな、自分の田舎のお家みたいな感じでくつろげるんですけど、きっと杉山さんもなんかここら辺さまよってくつろいでるんじゃないかなと思うんですが、で僕はよくここに来るとなぜかアイルランドの家ですかね、ウォーターイズワイルドっていうのが全然ここは水とは関係ないんですけど、なんとなくこう、すがすがしい気分でウォーターイズワイルドっていうのがやりたくなるんですが、ちょっとそれを演奏します。
の頃です。5月のイベントではね、セッションというかちょっと即興みたいなこともやらせていただいたりして、まあ、そういうのをなんとなく即興でやると杉山さんが喜ぶんじゃないかと思うんです。
ありがとうございます。自分の葬儀を使って作り出した杉山式フューネラルパークという新しい形でございます。杉山さんのことを少しでもね、覚えていていただけると嬉しいなと思います。本日はどうもありがとうございました。